8月の6日、雲が今日も100点。いやー、この夏の雲って見てて負けないですね。めちゃくちゃ綺麗。2日連続、ね、井の浜です。いやー、今日は髪の毛を切りに来ました。いやー、暑いから本当出たくないなと思いつつ、まあ、あ、でも今日風がありますね。いい感じ、気持ちいい。暑いですね、今日も。というわけで髪切ってきました。あー、さっぱり。1ヶ月ぶりだと、1ヶ月、2ヶ月ぶりかもしれないですね。いやー、髪切ってきたんですけど、あんまり僕は病院の方と喋らないんですけど、めっちゃ食べ物の話で盛り上がりました。平戸にこないで行ってるとおっしゃってて、何もないよとは言ってましたけども、でも僕も行ったことはないんで、ちょっと調べてみたいと思います。平戸どこだろう。ちょっと小腹が空いたので、甘くないイタリアの、そしてなんか美味しそうだったもっちり博多明太チーズ、いいですね。ちょっと食べて元気出そうと思います。こんばんは、孝太郎です。今日もスーパーワタレックプログラム Vlog ですね。今日が7日目ですかね。はい。の、振り返りにはなるんですけど、まあ、ちょっと今日のその Vlog の中で出てきた平戸ですね。これ福岡の方に、福岡のなんかどこ行ったらいいですかねとか、有名なところはっていうと、何もないのよねみたいな感じで言われるんですけど、全くそんなことなくてですね。見るところいっぱいあると僕は思いますし、食べ物も美味しいし、いいんじゃないかなと思うんですけど、今回もですね、平戸に行った方、この間行ってきたよって言ってて、でも何もなかったねって言ってて、そうなんかなと思って見たらですね、全くそんなことなくてですね、世界文化遺産の島とかがあるらしいですよ。はい。あ、これは平戸島ってですかね。いや、長崎のですね、平戸なんですけど、あ、これで、車とかで行けるのかな？ちょっと何も深くは調べてないんで申し訳ないんですけど、本当何もないのかなと思ってみたら、いやいや、全然あるじゃないのと思ったっていうところでしょうか。はい。いや、そう、福岡のですね、西の方に住んでるんでですね、意外と、長崎の方とかはですね、まあ、佐世保とか、そこら辺なんかすごい近い位置にあるんで、また行ってみたいなと思っております。はい。で、今日のスーパーワタレックプログラムは、結構大きく、動きました。今までできないと思ってた、PS1 っていうですね、まあ、拡張子、これをですね、やっとできる、することができました。ただ理屈がよく分かってないんですけど、今までできてなかったと思っ、まあできてなかったのは、この PS1 とかの、フォルダの、まあファイルの位置なのか、フォルダの位置なのか、まあファイルの位置か。それが、なんか正しいところになかったっていう感じだと思います。で、今、例えばこれ、今画面上に、まあ、ちっちゃくて申し訳ないんですけど、PS1 っていうのがあったりするんですけど、これはどこにあるかっていうと、1個の上の階層は、僕の場合は C ドライブのビデオの中に、一応作業場としていろんなデータをここに入れて、で、処理させているんですけど、そこの、まあ、ちょっとこれ、フォルダーの、色、アイコン変えちゃってますけど、これですね、赤いのを押すと、まあ、その中に入れているっていう感じです。うん。あ、でも、PS1 が使えるようになったおかげでですね、これ何ができるようになったかっていうと、これを、
PS1 を処理させると、まあ、今までコードをコピーしてパワーシェルを立ち上げてペーストして、実行させたものが、まあ、PS1 を起動させれば、もう実行できるっていうですね、まあ、だいぶショートカットになるんですね。で、まあ、本当は PS1 のイメージだったんですけど、その PS1 と一緒にこの .bat、 これバッチファイルっていうらしいんですけど、これもその使えるようにと思って、参考にしたあのブログはですね紹介してて、なんでちょっとワンセットでバッチファイルと PS1 を使えるようになったんですよ。で、何がいいかっていうと、 PS1 っていうファイルは普通にダブルクリックとかしただけだと、テキストのエディターで普通に開くんですよね。まあ、メモ帳みたいなんで開くんですよ。だからコードの実行はされずにコードの中身が見れるみたいな感じになってダメなんですけど、なんで、その PS1 を起動するには、まあ、いろんな、別の方法で起動するんですけど、このバッチファイルっていうのを作っておけば、バッチファイルの方を、ダブルクリックすれば、勝手に PS1 のそのデータに、を実行してくれるっていう仕組みができるんで、なんか普通のアプリを、起動するみたいにバッチファイルをダブルクリックすればもう処理してくれるって感じです。で、これ画面上はこれ、バッチファイルと起動したい PS1 のファイルはファイル名一緒にしないといけないらしいんですよ。で、001っていうファイル名にしてるんですけど、まあ、メインのやつはですね。その後に PS1 が002、003ってあるんですけど、これですね、PS1 のコードの一番最後に002を立ち上げ、実行するっていうのが書けるので、001が終わったら自動的に002が実行されて、その次に003ってやっとけば003が実行されるっていうですね。いやー、いいですね。この芋づる式にも一気にプログラミングが走ってくれるっていう。まあ、まあ、できました。で、これのいいところは2つあると思ってて、001から003、3つあるファイ、あのプログラムを一度にできるっていうことと、もう1個は、そのコードが3つのファイルで、それぞれ完結して作られているので、何かがうまくいかなかった、うまくいかなくなっちゃった時には、それぞれのメンテがしやすいっていうところがあります。まあ、例えばこの003がですね、最終的には、テキストファイルにファイル名を表示するっていう感じなんですけど、それがなんかうまくいかなかった場合は、最初から見ていけば001が問題なのか、002が問題なのか、003が問題なのかとかが、判断しやすくなったっていう感じですね。いやー、PS1 のお話とかですね、あとはもう、このスーパーワータレックに関する FFmpeg とか、パワーシェルとか、で、管理方法の、コードの管理方法のこととかですね、もう、いろんな方に教えていただいて、まあ、まだ全然、でもまあ、すごく僕、ここまでできてめちゃくちゃ嬉しいなと思ってるんですけど、いろいろとご教示いただいてありがとうございました。いやー、おかげさまでもう、トントンってやるだけでもう、ダダダッと、コードが走ってくれっていうのができたんでですね。大まかな、完成はもうこれでできたかなと。あとはもう本当に使いたいことをどんどん追加していけばいいのかなと思います。いやー、本当にありがとうございます。ここまでできるとはまさか思ってなかったですけど、嬉しいですね。で、スーパーワタレックプログラムはですね、結構、この PS1 とかで今すごい喜んでますし、すごくこれが
できることで幅が広がるなと思っているんですけど、その前の段階 PS1 じゃなくて普通にコードをコピペでパワーシェルに貼り付けるっていうだけでかなりめちゃ便利になるんですよね。で、コードを貼り付けるっていう場合は、FFmpeg と PowerShell の2つを使えるようにしとけば、とりあえずコードさえあれば誰でもできるんじゃないかなと思うんですよ。ただ、例えばこの PS1 になってくると、その使ってる人によってパソコンの環境のちょっと設定が必要、変更が必要な場合があるらしく、ちょっとみんなが、その例えば PS1 のファイルを、例えば僕が差し上げたらそれで使えるかっていうと、そうじゃないみたいな感じなんですよね。だから、それぞれの依存になっちゃうんで、とりあえず、あ、興味があるなっていう方は、本当 FFmpeg と PowerShell。で、この2つさえあれば、結構僕がやっている Vlog な感じは、幸せになる気がします。いやー、やってみたいなって方は、僕も本当初め全然分かんなかったんで、いろんな方のブログを見たりとか教えていただいたりしたんですけど、まあ、そんな感じで僕も分かることであれば本当にお手伝いできればと思いますので、ご一報ください。はい、チャット欄でもいいですし。深夜0時から毎日 YouTube ライブやってるんでですね、その時に声かけていただいてもいいですし。いやー、と思うんですけどね。はい。というわけで、今日のスーパーワタレックプログラムは以上でございました。うん。平戸気になる。はい。では、失礼します。